皆様こんばんは、くまたびチャンネルでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、青春18切符についての第3回目をお話ししていきたいと思います。前回は東京から大阪まで18切符で使用したらどのような乗り継ぎがいいのかというところでお話しさせていただきましたが、今回はそこでちょっと一工夫で、ワープをしてみようという話です。ワープとは新幹線を使うお話です。興味のある方は最後までご視聴いただけたらありがたいです。それではよろしくお願いします。まず18切符について軽くおさらいをさせていただきます。青春18切符は5回分で 12,050 円の切符、1回あたり 2,410 円の切符です。全国の JR 線の普通列車、快速列車が乗り降り自由です。はい。ただし特急新幹線は乗ることができません。乗るためには別途乗車券や特急券などが必要になります。また使用は誰でも使用ができます。使い方としては1人で5回使ってもいいし、5人グループで1回使ってもよろしいですし、例えば2人で行き帰り往復を4回分として使って、残り1回を日帰り旅行で1人で旅行するという使い方もありです。青春18切符については以上でございます。東京から大阪までの乗り継ぎについては前回の動画をご参照いただきたいのですが、大まかにおさらいをさせていただきます。東京から大阪までは9時間を目安に移動するといいでしょうというお話をさせていただきました。でその間にはですね、熱海や浜松、豊橋、米原などでですね、乗り換えが発生します。特にですね、静岡県内の熱海から浜松の間は直接行ける電車がなかったりすることがありますので、途中の駅で乗り換えが必要なパターンもあります。またこの区間は編成が短かったりお手洗いがない車両とかありますので注意が必要ということと、かかる時間が2時間40分ほどかかりますので、どこかで休憩を入れた方が良いのではという話もさせていただきました。はい。で、今回ですね、新幹線のワープという話をさせていただいたんですけれども、主に使う区間がここだと思っております。はい。東京から熱海まで2時間かけて移動してきまして、ここからですね、静岡区間がさらに2時間40分ほどかかります。この間の区間で昼食などの休憩を入れる場合もありだと思います。それプラス新幹線で、座ったりするような、区間があってもいいのかなということで、今回ご提案をさせていただきます。新幹線のワープということで、青春18切符では移動することができないので、別途乗車券と特急券が必要になります。はい。ですので、かかる費用としては最小限に抑えたいですよねというところです。中でもおすすめしたい区間が静岡と浜松の区間です。料金としては乗車券が1340円、特急券が990円ということで、2330円という割安な値段で移動することができます。なのでダイヤによってはこの静岡から浜松までの区間を利用するのが一番おすすめだとは思います。はい。次にですね、さらにその区間を伸ばして三島から静岡浜松という区間を利用するっていうパターンが、静岡を、一気に駆け抜けるプランとしておすすめです。まあ、これもダイヤの兼ね合いもあるかとは思うんですけれども、料金としては投資で買うとしたら、乗車券が2310円、特急券が2530円、合計が4840円というところになるのですが、これをですね、特急券を三島静岡、静岡浜松と買います。乗車券は三島から浜松で購入します。そうしますと、金額が4190円、安くすることができます。切符は三島、静岡、静岡浜松と特急券がつながっているので、運賃計算上は問題がありません。一気に静岡を飛ばすというパターンはここでも有効だと思います。3番目、最後にですね、おすすめの区間
これはですね、若干割高になってしまうのですが、名古屋から京都というプランです。静岡はそのまま在来線で行くのですが、名古屋京都間、これはなぜおすすめかと言いますと、こだまが1時間に2本しか走ってないのに対して、この区間はのぞみもひかりもこだまも利用できます。今回ご提示している区間は、ひかりとこだまの料金ですので、のぞみに関しては若干料金がかかりますのでご注意ください。料金としましては、乗車券2640円、特急券2530円で5170円かかってしまいますが、先ほど申し上げた通り、こだまの本数、時間帯など気にせずことなく、名古屋、京都を移動することができますので、非常時の、リカバリーには使えるかなと思いますので、ご参考になってください。はい。ということでですね、参考に、料金を上げておきました。東京名古屋が 11,300円、東京新大阪が 14,720円というのが、のぞみ号で移動した場合の、席料金となります。青春18切符が1回あたり2410円ですので、この場合このプラスの金額を入れたとしても割安で移動することができます。浮いた金額を宿代にするのもよし、途中の食事代にするのもよし、というところで18切符を少しだけ使って、新幹線で残り移動しようとお考えの方にもおすすめできるルートかなと思います。はい。それではですね、最後にですね、前回ご提示した、東京から大阪までのモデルプランの時刻に、1番の静岡浜松の新幹線を使った場合を考慮したダイヤを考えてみました。こちらがそのダイヤです。東京を7時1分に出まして、途中熱海、沖津、浜松、豊橋、大垣、米原と来まして、最終的に大阪には16時42分に到着する予定です。ただしこの間の乗り継ぎは、そのままの時間で乗り継いでおりますので、間隔がとても短いものになっておりますので、お食事等の休憩を入れたりする場合は、この大阪の到着時間が1時間遅くなったり2時間遅くなったりしますので、ここは、あくまでも最速の時間帯の場合で考えてください。それではですね、この7時1分に出たとして、途中静岡浜松を小玉号に乗り換えた場合のプラン、右側に提示しましたので見てみましょう。東京浜松まで行くのは、比較しますと浜松に関しては11時53分、11時20分ということで、静岡駅の光の時間が、だいたい8時から19時台ですと11分の場合、小玉号で行きますと26分55分ということで、ちょうど静岡に小玉号が、発車する時刻の後に、到着するので、どうしても次の時間が55分になってしまう。ただしここで30分ほどの余裕の時間がありますので、お手洗いに行ったり、買い物をしたりという時間も取れますので、ここはメリットかなと思います。はい、余裕を持って移動ができるということです。浜松には11時20分に到着します。この次の電車11時44分ということで提示はさせていただきましたが、24分という電車もございます。ただし浜松の乗り換えで4分というのはちょっとあまりにも余裕がないので、今回は11時44分という電車を提示させていただきました。ここでも24分の時間がありますので、ここで調整をすることも可能です。はい。ということで、ずっと乗り継いでいきますと、最終的には大阪には16時13分ということで、最速パターンよりも30分早く着きますよというところでございますが、ここの静岡でですね、静岡とか浜松で余裕の時間が発生しますので、ここを、昼食、または朝食の時間にするとか、休憩時間に活用すると、余裕が持ったダイヤでさらに早く帰ってこれるんじゃないかなというところでございます。はい。
まあ、この他にもですね、新幹線を活用したワープパターンっていうのはいろいろございますので、また次回の動画などでご提案させていただけたらなと思います。例えば東京から大阪の行きは頑張って18切符で移動するとして、帰りの静岡区間を先ほどの通り浜松から三島のパターンで、4840円課金、また分割して4190円にして静岡区間を一気に飛ばしてしまおうというプランもありだと思います。まあ、帰りは楽に帰ろうというプランもありだと思いますので、まあ、そういうところで新幹線ワープという選択肢もありなのではないかなという今回の動画でございました。はい、いかがだったでしょうか。本日はですね、青春18切符で新幹線のワープをしたらというところでお話をさせていただきました。それでは今回はこの辺で失礼いたします。私の動画でも東京から大阪の18切符の移動を、動画にしておりますので、もしよかったらご参照になってください。それでは本日のご視聴ありがとうございました。